はい、皆さん、こんにちは。渡辺です、えー。今回はですね、前回に続いて、えっ、ー、と、デフォ o r m a t i o オ t h e ラスナーカオス1ということで、セクション2に入りたいと思います。で、えっ、ー、と、まあ、ここで何をしたいかっていうと、まあ、前回ですね、えー、ハーツオンコンジェクチャーに関連して、えー、セクション1では、あのー、1点を固定したときに、それを通るようなラインのファミリーを考えて、そのファミリーが P の n-1 と同型であるような、 n 次元のエンベディッ e スムースプロジェクトバラエティがどういうふうになるかってそういう話をしたわけです。で、まあ、それっていうのは、あの、いわゆるハーツ本予想とか、超宮岡シャバードバロンによる社会空間の特徴付けとか、まあ、そういう話に関係していると。で、まあ、特にハーツホンコンジェクチャーとかですね、ああいうのをやるためには、まあ、ホームスキーム、ベンダー and break、あと、モト B リアクションなんかが必要だという話をしたと思います。 で、まあ、ここでは、そのホームスキームというのを、まあ、知っている方も多いと思いますが、えー、さっと復習をしましょうというわけです。で、えっと、ここに書いてある内容は、まあ、ラショナルハあの、カーブのデフォメーション関係の本では2冊参考文献に挙げていましたけれども、1冊がデュヴァールの本でもう一つがコラーの本でしたが、えっと、まあ、読みやすいのはデュヴァール先生の方が、 コーラー先生よりも読みやすいですね。エディバールのチャプター2に書いてありますので、まあ、詳しいことはそちらをご覧ください。はい。で、えっ、ー、と、考えたいことなんですが、まあ、まずですね、X も Y も、えー、これ、プロジェクティブバラエティとしましょう。プロジェクティブバラエティとして、まあ、えっ、ー、と、対場考えます。 で、それを K と書くことにしましょう。で、その時にですね、まあ定義かつセオレムなんですが、まあ古典的なそのホームスキームというものを導入したいと思います。これはもともとは、えー、おそらくグロタンディックが最初だと思うんですが、えー 60年から61年。まあ、こう、こうしておきましょう。で、この X と Y っていうのはここに書いたような、このプロジェクティバラティですね。で、えっ、ー、と、それに対して、まあ、あいわゆるホームスキームというものが存在しますよと。ホームの Y、X で、これは何かっていうと、えー、ローカリーネイタリアンスキームであると。 そんでえー、とある U という写像がありますよと。まあ、どういう写像かっていうと、y× ホーム yx。まあ、ここから x× ホーム yx にこう写像がありまして、これ両方ともホームの yx が第二成分のところにあるので、えー、セカンドプロジェクションを考えて、 まあこう,いうものを考えましょうと。そうすると、まあ、これが果敢になっていると。そういう状況です。で、この u っていうのは、まあ、どういう、えー、性質を満たすかというと、次の性質を満たして、まず、2の k スキーム t っていうのと、あと、2の f っていう、これは写像ですね。これは、えー、y×t から x×t。えー X t で、これも下に第二成分へのプロジェクション、セカンドプロジェクションをこう考えて、これが果敢になっているとしようと。えー、状況としては、ここのホム YX ってここにありましたが、それが全部 T に変わったという、そういう状況です。で、まあ、この時にですね、えっ、ー、と、この U っていうのがどういう性質を満たすかっていうと、えー、一時的に存在することのイっていう写像で、えー、T からホームに 一時的に写像が存在すると。で、まあ、それはどういうものかっていうと,、えー、と、F、ここの F ですね。この F っていうのは、パイプルバック U で得られると。すな,すなわち、これは、えっ、ー、とベースチェンジによって、えー、F がここのものから復元されるということを言っています。ですから、これ、まあ言い方を変えるば、これは、あれですね。 いわゆるホームファンクターというのがリプレゼンタブルであると。で、まあ、そのスキームがこのホームスキームというやつだというわけです。ですから、まあ、これだから何者かって言ったら、これものとしては、y から x へのモルフィズム、それを、えー、とパラメトライズするようなスキームになっていると。まあ、これがホームスキームです。はい。で、えっと、まあ、こういうものがだから、 ちょっと囲みましょうか。こういうものがあると。で、まあこういうものを考えたいんですが、一方でもう一つですね、これクローズサブスキーも考えることがよくあります。まあどういう状況を考えることが多いかというと、クローズサブスキームって言っても、あのー、この講義で考えるのは、Y が えー、プロジェクティブスムースプロジェクティブカーブで B がそのディバイザーの場合を考えます。まあ、ここでは一般的に B を Y のクローズサーブスキームとしておきましょう。でそうするとこれ b るホムの、まあ、先ほどと同様の状況で YX ってのを考えますね。そうすると B っていうのは Y のクローズサーブスキームだからこれ y るホムの YX にこう写像がありますよね。 で、そうするとホームの先ほどの u という写像がここにあって、これは x かけるホームの yx というところにこう写像ができます。で、そうするとこれ全部セカンドプロジェクションでこのホーム yx に写像が来ますから、ここのホーム yx うこうしてあげますね。で、これ両方ともセカンドプロジェクションでやると。そうするとこれ果敢になりますね。で、そうすると、えっ、ー、と、 ここから何が分かるかっていうと、今は B と X。まあ、こいつに対してホームスキーも考えてあげると、えー、ホムの BX ってところに、ホムの YX から社が一時的に存在すると。それはだからこのユニバーサルプロパティからそういうことが分かります。ですので、こうすると、えー、ユニバーサル、ユニバーサルプロパティによって、 何がわかるかっていうと、えっと、フォームの yx から、フォームの、えっと、bx ですか。まあ、こういう、えー、モルフィズムが存在すると。これだからなんか全部ちゃんと書いてないけど、これ全部もちろんモルフィズムですね。全部。こういう者たちは。モルフィズムです。スキーム間のモルフィズム。で、これが、 存在すするとということがわかりますで、そうしたときに、じゃあ、これどういう写像かっていうと、F っていう、だこれ F なんか、こういうものをパラメトライズしてるわけで、えっと、Y から X へのモルフィズム F を考えたときに、まあ、そいつをですね、えっと、制限すると。すなわち、これに対して、これどういう写像かっていうと、F を B に制限するの、こういう写像です。で、えっと、こいつのこと、G と書くことにしましょう。 で、そうすると、その、このモルフィズム、今、ホーム YX からホーム BX に写像、モルフィズムがありますが、それの G 上のファイバーっていうのを考えようと。ちょっとここだけコピーしましょう。こういう状況で、こういう状況で、これのファイバーを考えると。で、そのファイバーのことをホームの、えー、YX の G とこういうふうに書くことにしましょう。これはファイバーオブ。えー、これ π と書いてましたかね。まあまあこう、π、π じゃないですね。これ、こうしましょうか。こう、こういうモルフィズムが今あるわけだけれど、これのファイバー。で、どこでのファイバーかっていうと、まあこの g っていうところでのファイバーを考えて、それをホームの y、xg と、まあこういうふうにこう書くことにしましょうというわけです。 で、そうしますと結局今やってることは何かっていうと、このホームスキームっていうのがありましたが、これは本当に y から x へのモルフィズムをこうパラメトライズするような、まあクローズポイントですね。だと、これはこういうモルフィズムをパラメトライズしてるんだというわけです。で、一方で、えっと、ホームのこの中に、 yx のこの g っていうのがあるわけですが、それは何ものかというと、えー、もちろんここの y から x へのモルフィズムなんだけれども、制限 b にしたときに、えっ、ー、と、g と一致すると。まあそういうものになっているというわけですね。はい。で、ですから、まあ、まあ、ホームスキームっていうのはこういうものであると。 で、えっと、一つ大切なのは、このホームスキームを考えるときに、特にまあ Y が、えーまあ、我々が基本的に考えるのは、えっと、カーブの場合なんですが、そこのホームスキームがどのぐらい大きいかとかっていう、次元がどのぐらいあるかなんてことがよく問題になります。で、そこに関しては次の定理が知られていて、これはリバールの本だと、 えっと、セクションの2.3ですからね。おそらくこの辺に書いてあるということですので、そちらをご覧ください。えっ、ー、と、な、何かというと、x と y というのをまた、プロジェクティブバラエティとしますね。で、まあ、k イコール k バー。あ、で、えっ、ー、とですね。まあ、一応書いておくと、以下で、 まあ、いつもですね、always, always assume. ざっと、えー、バラエティって言った場合には、えー、defined。ああ、だからもう、まあ、k、k バーとかってやってますけども、まあ、まあいいか。えっ、ー、と、まあまあ、こうしておきましょう。 で、えっ、ー、と、f っていうのを x か、あと逆ですね、y から x こちらに、これ、モルフィズも考えましょうと。で、さらに、えっ、ー、と、x っていうのは、この y の f による像に沿って、まあ、その周りでスムースであるということにしましょう。で、d っていうのは、これ、フローズサブスキームを、 考えましょうでまあだから何度も言うようですが基本的に今後考えるのは y がこのカーブの場合で d はそのディバイザーの場合を考えます。で、えー、とこういうセッティングのもと何が分かるかというとその f っていうのは、えー、と y から x へのモルフィズムですからこれは f それをに対応するポイントがあるわけですねホームスキームの中に。 で、それを F の硬い格好でこう書くと。で、そうしたときに、この周りで、えー、スキーム、ーム、Y、X。こういうものですね。で、そいつを、さらに F を D にこう制限したモルフィット。これ、これ先ほど定義したやつですが、こいつっていうのは、えー、どうなるかというと、えー、ディファインドバイ、 h1 の y の f プルバックの tx テンサー id.id ID ってこれまあ d のイデアルシーフですね。こんだけの h1 個のエクエーションによって定義されると。どういうところでって言ったらまあノンシングラーな スキームですね。スキーム。で、次元がまあどの程度ですかっていう話ですが、ディメンションが、えー、H0 のこれです。f u ルバック t x テンサー i d ですから、えっと、H0 次元の,そのノンシンギュラースキーム、 の中で H1 個の定義方程式によって定義されるようなスキームであると言っています。で、そうすると特に、インパティ t i えっ、ー、と、器が何かっていうと、この H0 次元の中のシンギラスキーム。ですので、その H0 のこの Y の F プルバック TX、 ID、これよりも、これっていうのは、えっと、この、オムの y、x、こいつですね。これ何を意味してるかっていうと、こう書いてるのは、この f の周りでの次元。f を含む、まあ、2のイレディスブルコンポーネントを考えてるとして、そいつの次元っていうのは、これ以下であるということがわかりますね。だってこれが器だから。 で、その中で、えっと、たかだ、まあ,まあ、H1、この、えー、これだけの、イクエーションによって定義されるわけだから、ということは、たかだか H1 次元下がると。この器の値、次元よりも。ということは、もうちょっとここ、面倒なのでコピーすると、これ、これですね。ここの、こいつ。こいつは、 この次元、ちょっと書きましょう。この次元、マイナス、だかだかここ、H1 だけ下がると。はい。で、まあ、こういうふうに書けるよということで、その次元の上限と下限をこういうふうに得ることができます。 はい、でじゃあこ,れこの特にこ,れこいつ何者なんだっていう話なんですがこれも皆さん、えー、特にですねカーブの場合はこれよく分かりますよねこれ何かっていうと、まあ、一応リマークの2.3としまして、えー、もし y が スムースプロジェクティブカーブだとしましょうと。で、D が、ここでエフェクティブディバイザーあ。だから点の集まりですよね。で、その時に、えー、リーマンロックを使えると。 でもちょっと省略して、H0-H1。この H0-H1 はこれどこの H0-H1 かというと、こいつです。中身ちょっともう書くの面倒なんでこう書いてしまいますが、これはどうなりますかっていうと、これは、えっ、ー、と、今1次元の場合考えてるので、結局、回の Y の F プルバック t x テンサ s o r i d とこういうふうになりますよね。で、そうすると、えっ、ー、と、こいつは、 いくつですかっていうと、これ、リーマンロッ法を使うと、そうすると、これは Deg の f p l b a c k t x テンサ ID。で、まあ、ID っていうのは、これも、えー、っと、カーブの、まあ、これは O のマイナス D ですねこう。こういう状況です。で、プラス、これは、えー、っと、 ランクを考えると、f プルバック tx tensor id のランクは、えっと、次元 x と一緒ですね。で、かけることの1引く、ジーナス y と、こういう形になります。で、この後半ですけども、狭いですが、ここに書いちゃうと、これは degree、ここの部分計算してあげれば、これは -kx と f プルバック、え、f プッシュフォワード y ですか。 これですね、プラス、えー、とディメンションの x、ここの部分がマイナス d がデグリーが出てきてそれがこれランクが n なのでこれは、えー、マイナスデグ d、まあ、ディメンション x かけるマイナスデグ d ですねプラス1引く gy と、まあ、こういう形に書くことができますということで加減、えーまあ、をですねインターセクションとかディ、まあ、ーナスとかわかれば 計算することはできますねというわけです。はい。で、じゃあまあこういうのを計算しようとかってなったときに、そもそもですね、ここに出てきたような、まあこ,こいつが何者かっていうのをそれぞれの場合に考えたいわけです。で、えっと、一番簡単な場合をちょっと考えてみましょう。Example の2.4ですが、えー、まあ一番簡単な 場合っていうのは、ある意味、PN 上のラインの場合だと思います。で、えっと、そのライン上で、スモール p っていう点を、まあ一つ取っておいて、えー、この時にですね、んーと、まあいいですかね、えっと、うん。この時に、F プルバックとかになりましたが、今は結局これ、こいつを L に制限することの、 1え一点だから IP ですね。これ何者かっていうと、まず、タ a n g e n t PNOL に制限して、テンソルするこの IP は、i の P1 のマイナス1のことですね。で、ここ、えっ、ー、と、それこそこれ、えっ、ー、と、考えてもらいたいんですが、おのこれは、P、ここの、いわゆる、 えー、PL ターンジェントバンドルの直線におけるこのスプリッティングタイプと呼ばれるものですがスプリッティングタイプはこれはこういう形になります。でこれ全然ここでは証明していませんけれどもまあこうなることが知られていてまあそうですねぜひ自分で証明をしてください。何かっていうとこいつがこうなるということですね。 でそうしますと、結局これ、えー、OP1 のマイナス1をテンソルすると、OP2 の1、プラス OP1 のプラス N-1 と、えー、こんな形になるということが分かります。でそこでですね、まあこのことについして、えー、もうちょっと考えてみると、例えば P1 チ o p のオーピー 今の出てきた、あ、ごめんなさいね。ここなんか、2とかっていつの間にかなってるけど、だから、えー、これは違いますね。O の P1 です、もちろん。O の P1。で、そうすると、こいつどうなりますかって話で、これに OP、OP1 のプラスの N-1 と、こういうものを考えてる。考えたいわけですが、えっと、これは、 セールデュアリティ使えば H0 の P1 の O の P1 マイナス1プラス O の P1N-1 こいつにテンソルすることの O の P1 のマイナス2ですねはい でそうすると、これ結局、えー、H0 で中身がマイナスばっかり出てくるから、結果として0になっちゃうというわけです。で、これ0になって、だから結局もう次元が求められますよね。H0 の P1 の OP1、1、プラス OP1 の N-1。これはどうなるかというと、2プラス N-1 ですね。ですので、これは、 えー、n プラス1になるとで。そうしますと、えー、セオレムの2.2ですかね、によって、えっ、ー、と、こいつっていうのは、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。スモール P という形で取ってました。あ、取ってましたね、ちゃんと。はい。 こいつはノンシングラスキームオブダイメンション N プラス1であるということがまあわかりますねと。まあそういうわけです。はい。というわけで、えっ、ー、と今回はですね、まあ、ホームスキームの話をしました。まだ、えっ、ー、とこの章というのは続きがありますけれども、ここで一度、えー、動画を終わりたいと思います。 はい。というわけで、本日はホームスキームについてお話をしました。